はい、皆さんお疲れ様です。本田裕二でございます。前回ですね、こちらのキラーギターのサンダーウィング、届いたという動画をご紹介させていただいたんですけれども、今日はその第2弾でございます。今日はですね、主にこちらのギターの、少しですけれども使ってみた印象とか使用した感じなんかをですね、皆さんの方にお伝えしたいなというふうに思っています。最後までお付き合いください。よろしくお願いします。はい、まずですね、少し、こちら実際使ってみた感想なんですけれども、一言で言うとですね、非常に弾きやすい、もうこの一言につきますね。それの、要因はいくつかあるんですけれども、やはりですね、これの一番大きなところというのはネックですよね。前回も少し触れましたけれども、通常 このキラーのプライムがロングスケールであるのに対して、これはミディアムスケールであるということで、ミディアムスケールなので当然ながらこのネックのですね、長さが短いということで、このフィンガリングが非常に楽ですね。ガッと開かなくても弾けるというところ。それから、このネックの長さがこう短くなることによって、弦の、テンション感ですね。これが緩くなりますので、例えば、チョーキングもですね、非常にやりやすい。軽くサッと上げると。グッと上げれるということで、非常に、この辺りのところがですね、弾きやすさに直結しているかなというふうに思います。それとですね、もう一つこちらのですね、このギターセットネックになってますけれども、ここのネックの付け根の部分がですね、通常のプライムよりも、少しこの何ですかね、ボディ側にこう寄っていると言いますか。ですので、ハイフレット弾くときに、こうですね、スッとこう入ってくれると。ここはこう邪魔をしないということで、この22フレットの最高の一番高いフレットのところまでサクッと入ります。このあたりがですね、一番大きな演奏性のしやすさかなというところでございます。それからもう一つ大きな他のプライムシリーズの違いとしては、ローフレット側がいわゆる通常のプライムシリーズですと V シェイプ、こちらのハイフレット側が U シェイプという形で V から U にこう変わっていくようなシェイプなんですけども、これはいわゆるスタンダードな U シェイプになっています。ですので、いわゆるレスポールだとかスタートキャスターからの持ち替えというのは非常に違和感なくできるかなというところでございます。はい、それからもう一つ、前回の動画でご紹介したんですけども、ここのボリュームの位置が若干ブリッジに寄ってると、少し遠い場所にあるということでですね、やはりこれは個人的な感想になるんですけども、このピッキングをするときに私の場合はボリュームが近いとどうしても気になるのでですね、この少しわずかなんですけれども、通常のプライムよりも離れた位置にあるというのは私にとっては非常にいいところであります。気にならない方は全然気にならないと思うんですけれども、本当のわずかな違いなんですけども、従来のプライムのですね、ボリュームの位置がちょっと近いなと感じておられる方は、こちらのタイプは非常にいいかなというふうに思います。はい、今回はですね、こちらのキラーサンダーウィングの、
前回の動画に引き続きということで、今回は主に引き心地の部分ですね、そちらを中心にご紹介をさせていただきました。また次の動画はですね、実際に簡単に音出しをしながら、音色の部分でどんな特徴があるのかというところをですね、私の印象なんかをお伝えできればいいかなというふうに思っておりますので、またご期待ください。本日は最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。